録画開始。チャプター18かな、18話目。 HP が22、やばい。これ大丈夫かな。あそこに回復があるな。ダッシュで回復しに行くか。よし、一安心かな。ん、 PDA とビデオがあったな。ラリー・ブルマン、ソウルキューブは兵器だ。これは興味深いな。聞いてみよう。ラリー・ブルマン研究主任の音声ログ、2145年10月19日。我々がソウルキューブと呼んでいる正方形型の異物の象形文字を調べている。過去の研究データと照らし合わせた私の結論として、この装置は何らかの武器だと考えている。言語学 CPU を連続稼働できるくらいに電力供給が安定してくれれば、この仮説を確かめられると思うのだが、この際頻発し続けている停電について苦情をもう一つ言わせてもらうと、この神に見放されたような基地に住んでいるだけでも大変なのに、明かりが常に明滅するんじゃん。まあいい、本題に戻ろう。これまでに解読した内容は確かに恐ろしげなものではある。どうやらあの異物を手にした者が他者を傷つけたり殺したりした場合、異物がそのことから力を得るようなのだ。そして一定量の力がたまると、攻撃した対象を何でも殺してしまえる威力を持つようになる。どうすれば攻撃に使えるのかはまだ不確かだが、異物が何らかの形で自律的に作動するのだと思われる。現時点までには文字のおよそ3分の2しか解読できていないが、全体をざっと見た限り何かしらのはるかに強大な力を秘めているようだ。今のところキューブ側からの反応は特にないし、スキャンしようがあらゆる検査に耐えてみせている。あれを生み出した文明ともども文鎮としてしか使えないように威力を抑えられているのではないかと推測している。ログは以上。え、ソウルキューブって文鎮なの？習字するときとか、あの紙を押さえるのに使うの、ソウルキューブって。知らなんだ。まあそのソウルキューブを今ね、敵の博士みたいなやつが持ってるんだよな。ソウルキューブは兵器だ。君のレポートを読んだがとても困惑している。これはチェーンメールだな。志願者が足りない。兵器だ。ソウルキューブはチャージ式の兵器なんだ。兵器内の魂が少なくとも5人の種を感知すると、霊的存在カマトリクス陽電子スワ何これ、ちょっとなんか中二病っぽいよこれとりあえずなんかとてもやばい武器らしいんでね、ソウルキューブ。ソウルキューブないぞ。何これ大佐見えるかこれが、372って書いてある372って書いてあるよ。ポチポチポチ。ソウルキューブは私と共に地獄にある。見つかるものか。はめられた。くそ、注意して開けろって書いてあるの見てなかった俺めっちゃ罠やないか。くそ、何ちゅうもん入れてんだお前らは。訴えてやるからな。スキャン開始っていうけどソウルキューブないもんね。何もないのに何をスキャンするのね。何もないって出たな。とりあえずソウルキューブを探しに行こう。そうだよ、むしろ開けるなって書けよ。痛い、一発殴られたな。全部使っちゃったな。
そろそろマイケル銃で。なんだこれ、なんかアクセスコードとか言ってたっけ、覚えてないな。 PDA とかある？あったな。エリザベス・マクニール。調査報告、保管室のコード変更725、アクセスコードは463だ。463だって。何これ、レベル3アクセス、これか。こっちは、こっちは保管なのかな。これが保管の方か。保管の方忘れた。725か。725、マジびっくりするわ。これは無料商品、マーシンバディ回復して、めっちゃ弾あるんだけど、完璧。次ボスだろう。大したこの番号はなんだ、486 8。ん、無料商品っていうか、これ押しても続きがないな。なんだこれ、バディは誰だ。今までさ、押したら次のがって出たような気がするんだけど、それがないんだよね、これな。123、まさかの？違うな。わからんな。殴る？どんだけさ、八つ当たりなの、これ。開かないから。殴る。ダメだ、大佐、開かない。 PDA 乗ってた薬、371、これじゃないもんな。違うな、っていうか、うん、なんか違うな。で、もう一つが、レベル3アクセスコードが463だ。めっちゃ血出てるからな、これ大丈夫かな。463。行きたくねえな、絶対出てくるぞ。おお、血みどろだ。なんちゅうダメージや。さあ、どんどん下に降りるぞ。デルタラボ2クリア。はあ、デルタラボセクター3、生物研究施設らしいかな。なんかもっとヤバそうなやつが出てきそうだな。そろそろセーブするかね。いや、チャプターってわけじゃないけど、エレベーター降りたりして、ロード画面が差し掛かると、保存で一応自動セーブされるから、大丈夫。なんだ？お、下がいてるぞ、あのおっさん。めっちゃ下がいてるぞ、あっち行った。おお、何いるんだ。
久々に一般兵士が出てきたな。橋を破壊せよ。橋を破壊せよ。破壊されてるよ、なんか橋が。ロック解除。ずるいだろう、背中から攻撃するのは。上から来る？来ない。トイレか。橋破壊されてる。そうそうそう、義眼の悪いハゲのおっさんや。本当だ、視聴者数が500人いきそう。いる。もう本当にこのマッチョ兵士が来ると困るな。ショットガンあたりでいくか。あ、どうも皆さんね。あ、こっちのこっちのガラス釣り、あ、こっち割れてる。ダメだ、自己紹介ができない。おら、いそうだな。ナスマンシャ、味方に撃たれてたよな、こいつ。めっちゃ飛び出してたような気がすんな。意外に弾食らうな、被弾するね。どこにいるんだ、多分その角にいるんだよ。違うな。ナスナシア、EDA をゲットして、あと弾薬ベルト、回復薬とサンマシンガンの弾。やつを潰せ。痛い。こっちからはいけないみたいだな。アーマーと、ん？おお、びっくりした。開かないか。まだ上にいるのか。よし、消し飛べ。いやー、こん中でいいかな。よし、回復薬と PDA が2つ手に入ったな。で、これでチャンバー切り替えで進めなくなった場所を進めるようになるぞ。 PDA 先に見よう。フランク・セラーノ、医療処置と暗証番号保管庫の317の暗証番号は841だ。 OK。 重役補佐ハンリーの音声ログ、2145年10月16日。どうしていつも貧乏くじが回ってくるのか。飛行士団第一小隊と科学チームその1が今朝2回目の転移時に全滅してしまい、報告書を書いてこの情報を地球、そして遺族らに送る役目を担うことになってしまった。そんなわけで本日1杯目のコーヒー、昨晩はシャワーも浴びずに5時間睡眠、書類を埋めなければいけないご遺体が20体、遺体そのものは見ていないものの、人捨てに聞いた話ではかなり派手にズタズタにされていたそうだ。基地中がこの話で震え上がっている。ベトルーガーはどこにも見当たらず、疑問が多数湧き出ており、誰も答えられずにいる。最後に聞いた話では、次の投入部隊には新型の BFG を携行させるらしい。
それだけの火力を持たせるとなると次は万全を期するつもりのようだ。 BFG はね、主任のところでゲットしたすんげえ銃のことだ。俺が自爆したやつだな。重役補佐ハンリーの音声ログ、2145年10月20日。仕事が最悪の様相を呈したと思ったその時、さらに事態がひどくなった。デルタの科学者たちが2日前に門の向こうに研究者の一団を送り込み、予定時刻になっても帰還してこなかった。一団への無線通信には応答がなく、投入地点監視システムでも見つからず、全滅したのではないかと懸念している。人的損失もそうだが、貴重な備品を失うのも大きな痛手だ。一団は最新式の BFG シリーズを武装しており、それらの銃がチームをほふった何者かの手に落ちたのではないかと思うと恐ろしい。門の向こう側に誰が、もしくは何がいるのかはわからないが、銃の在りかが判明するまでは門の向こう側への派遣作戦は中断すべきと考える。ご一行いただければ幸いだ。ログは以上。ああ、BFG が取られたってのは、めちゃめちゃ無双してる奴らはこれをゲットしてたみたいだな。あら、進めない。こっちで合ってるのか。ダメだな。あ、じゃない、開けるの忘れてたな、これ。こっちかな。無線チャンバー作業開始。ナスナーシア、ここが開くようになったんだな。ああ、これで次の場所に進むのか。除染作業完了。お疲れ様でした。よお。痛い。俺どこ見てる。くそ、はめられた。すんげえ痛い。ここが386。フランク・セラーノ博士の個人音声ログ、2145年9月19日。317だもんな。テレポート装置で持続的な中断なしの移送を実現したいというベトルーガの発案を。間違えた。重役補佐ハンリーの音声ログ、2100。フランク・セラーノ博士の個人音声ログ、2145年9月19日。弥生じゃないぞ。テレポート装置で持続的な中断なしの移送を実現したいというベトルーガの発案をブレインストーミングしている。現在のシステムではもうおよそ10から15秒間開いておけるだけのエネルギーしか蓄積できない。836。チームを送り込むには十分だが、重い装備を通すには足りない。エンプロの技術部によると、理論上は門の作動時間を45秒間延長するのは比較的容易とのことだ。そのためにはセントラルプロセッシングから電力をリルートする必要があるが、計算を走らせるには高性能なあそこの機材が必要であり、ダウンタイムは許容できない。大佐、ついに来た。悪魔への扉じゃないか、ここは。何、何来た。ここじゃないのか。作業中のパッドスキャン、ビームスキャン開始。ターゲットステーションをロック。転送先を押してください。へえ。あ、これで移動できるようになるのか。あ、ずいぶんめんどくさくなったな。パッド2選択。で入ればそこに行けるってやつだろ。あ、この先には進めないから、このパッ瞬間移動を使って行くのか。
テレポート開始。うわあ、これ何なんだろう。あ、来た。あ、こうやって来れるわけか。ナスナシ。さっきの上に来たんだな。よし、保存中だ。残り10分、どこまで生きるかな。除染プロセス開始。除染されちゃった。除染作業完了。お疲れ様でした。お前にはもう我慢ならん。怒ってらっしゃる。ロケットランチャーいるし。さあ、弾を回収して回復して、ナスナシャ。これは進めないな。あ、このゲーム難易度高いっていう方ね、難易度設定がちゃんとあって、俺はその中で一番最初で選択できる最高難易度ベテランを選んでるから、そのクリアした後だったらナイトメアってのも選べるし、基本的に昔の FPS だからね。周りを見てみろ、みんな死んでいるだろ。下がらねえ。すぐにお前も仲間入りだ。ナスナシャ。痛い痛い痛い。めっちゃ強い。めちゃめちゃ強いなこれ。撃つとなんか飛んでくみたいだな。チミドロだな。さっきからチミドロ大好きだな。こっちが回復薬があるのかな。よし。でもね、難易度高いって言っても乗り切れば基本的に HP 回復することはできるから。アドレナリンだ。ロック解除。アクセス承認。おお、いい。やっ、くそ、死んでしまうだろうが。わあ、嫌な予感がする。うわ、何あれ。うわ、あ、いるし。これ一体全体どうなってるんだ。なんじゃこりゃ。ぐちゃぐちゃ言ってるし。しまった。めちゃめちゃ気持ち悪いな。
やばいやばい、ちょっと暗すぎてなかなかコメントできないぞこれ。エリア、暗いぞ。何これ、迷路みたいだな。なんかが動いてる音聞こえるんですけど、めちゃくちゃぐちゃになってるけど、骸骨いっぱいあるけど、なんか足音聞こえるな。うお、上にあいつがいたな。来るか。あー危ない。テレポーターがまた出たぞ。設定するんだな。スキャン。転送先をご指定ください。その前にね、下の方に何かあるんじゃないかな。こっちもブワンブワン言ってるな。降りるだけか。あっちに回って、あ、未設定か。設定してこうな。アット3選択。テレポートシステム起動。テレポート出た。テレポートするとき本当にこんな感じなのかな。胃カメラ、みんな胃カメラ言うな。ゲットクリップと扉開放。もうやだ、何これ。電気落ちた。出落ちだ。手が見えてたぞ。触手が見えてた。よし、あらかた片付けたんじゃないか。回復して、やば、もう俺の産地が削れすぎてる。体力と産地がなくなってきてる。かな。うん、時間もあと1分しかない。霧のいいところでやめたいんだが。マジマジ、セーブポイントまで行きたいな。お、あー、予想以上に食らった。いるな。あっちは進めなさそうだから先にこっちから。違う、降りるのか。ややこしそうだな。ここ入ってあっちのロック解除しない限り進めないから、下に降りるんだな。いるし、よし。で、
よし、ここまで来ればちょうどいいんじゃないか。よし、じゃあ大佐、今回ここで終了します。セーブ。承認。